たい。面白くなりそうだな。アバローのプリンセスエレナ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダウン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチチュード。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え、日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに急展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそ。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ、カルメンって呼んで。世界中を駆け巡る。じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。おじいちゃん、おお、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っ越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさ、孫のアリスや、ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンの家は超大変。新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。そのドアには触れてはならなかった。うわ、なんなのこれ。私はイーダ、アウルレディーだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの？侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は？竹か笹はないんですか？ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。カエルの世界にやってきたアン。ここってトイレある？元の世界に戻るための新たな冒険はピンチの連続。私はユナン将軍。新たな敵や
新たな試練。でもあんたとの蹴りはついてないから。さらにサーシャの魔の手が。助けてお願い。どうも。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイム。女子高生がヒーローに。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールを楽しもう。やったね。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。25日の日曜日はミラキュラスの最新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは夕方4時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で最新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして夜7時30分から見逃せない最新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、25日日曜日夕方4時から4時間。ディズニーチャンネルムービー。ゲームの悪役ラルフとシュガーラッシュの最強レーサーバネロペ、大親友の2人が、俺たちは今から旅立つんだ。今度はなんとインターネットの世界へ。嘘だ、何なんだ。そこはディズニープリンセスたちにも会える夢のような世界。そしてさらに新たな出会いが。こういう生き方がしたい。分かってくれるはずだよ。やってみたら。すれ違う2人。バネロペは俺を裏切るようなやつじゃない。あんたとなんかもう1秒も一緒にいたくない。友情の危機がまさかの事態に。インターネット全体を壊すんです。こんなのありえない。おい、ダメだ。シュガーラッシュオンライン、23日金曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。どうぞ。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ベネディクト団に再び試練が訪れる。ミスターベネディクトとナンバー2が消えたの。二人を見つけ出す。危険すぎる。リスクがなき利益もない。残された謎を解き、急ごう。散らばれ。仲間を、世界を救えるのか。前だってこのメンバーでやり遂げた秘密結社ベネディクト団だ。秘密結社ベネディクト団、新エピソードスタート。24日土曜日夜7時から2話連続放送。なでしことリン、2人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや。やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんだ。さあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2。
ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。今日も暑くなりそうです。テント暮らしの孤独な高校生本田トールが出会った相馬家の人々。はじめまして。彼らの秘密は、異性に抱きつかれると動物に変身しちゃうこと。もう何百年も昔からね。トールとの出会いが相馬家の呪われた運命を少しずつ変えていく。お友達になってくださいね。フルーツバスケット、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは、母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッと来た。エレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高。ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。おっ、この後はディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイム。女子高生がヒーローに。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールを楽しもう。やったね。ディズニーチャンネルアートでしょ。カレンダープレゼントのお知らせが最後にあるよ、スタッフ一同。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを並ぶアートをご紹介。アートでしょう。イッツショータイム。イエーイ。おお、これはアート様。うん、まさにアートでしょう。さあお次、アート、こちらでした。とても素敵なアートでしょう。お、素敵。おお、よし、次は高いところから見てみよう。任せて。おー、お目が高いアートでしょ。うわー、何だか、なんだこれ。式次は、おお、これは心が軽くなってゆく。ふわふわアート。アート様まだあるよ。お、アート。大丈夫。これは予想できないアートでしょ。でしょ。どれも素晴らしいアートでしょう。わー、たたたたまらん。出過ぎでしょ。みんなのアート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。応募は公式サイトから。しかも12月中は、応募してくれた人の中から抽選でこちらのディズニーチャンネルオリジナルカレンダーを200名様にプレゼント。なんとアートでしょうステッカーもついてるでしょう。あーっと、さあどしどし送って。ん、ちょうだい。でしょ。にゃうにゃう。テニスとペットのニャーニャー殿のにゃうにゃうにゃう。愉快な毎日。短編アニメーション、デニスと俺様、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。迎えに行くから。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんと、お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は、初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダン。必要なの。天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。ああ、
24日土曜日朝11時から。クリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチ中毒。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え、日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ、カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。ヤクラが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに急展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やった。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。なんとかするしかない。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。パパ、おじいちゃん。おー、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさ、孫のアリシア、ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンの家は超大変。新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。そのドアには触れてはならなかった。うわ、何なのこれ。私はイーダ、アウルレディーだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの。侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。カエルの世界にやってきたアン。ここってトイレある。元の世界に戻るための新たな冒険はピンチの連続。私はユナン将軍。新たな敵や新たな試練。でもあんたとのケリはついてないから。さらにサーシャの魔の手が。助けてお願い。どうも。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。元気いっぱいな女の子モリーと、よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に。はちゃめちゃコンビが大暴走。超さあ一緒に突っ込もう。盛り上がろう。じゃね。ムカつくやつめ。ゴースト&モリー、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。あんなに大きいしすぐに見つかるはず。この後はディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time! 伝説の大怪盗が悪の組織に立ち向かう。カルメンって呼んで。カルメンサンディエゴを楽しもう。ディズニーチャンネル、じゃんけんコーナー。アートでポン。さあ私とアートを見ながらじゃんけん勝負だ。イエーイ。アートでポン、イッツショータイム。これはグー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 グッとグッとなアートでしょ。アートでしょ。お次はチョキ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 、ちょっと驚きアートでしょ。アートでしょ。ラストはパー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 っと楽しいアートでしょ。アートでしょ。それじゃあ
アート作品を大募集。応募は公式サイトのアートでしょうのページから。ではまた私と勝負だ。またでしょ。ミッキーのそれダメだよね。こんなことは絶対にしちゃダメだよ。好きだよとか嫌いじゃないよとか、まあ可愛い方だねという思いを伝えるのが花。プレゼントの花を選ぶときにしてはいけないことを5つ教えよう。ミニー。その1、適当に選んではいけない。分かったかな。それじゃあみんな、ミッキーのそれダメだよね、またお楽しみに。だから私は彼を押す。まだまだ続くよ。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。25日の日曜日はミラクラスの最新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラクラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは夕方4時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で最新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして夜7時30分から見逃せない最新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モノアクとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、25日日曜日夕方4時から4時間。ディズニーチャンネルムービー。ゲームの悪役ラルフとシュガーラッシュの最強レーサーバネロペ、大親友の2人が、俺たちは今から旅立つんだ。今度はなんとインターネットの世界へ。嘘だ、何なんだ。そこはディズニープリンセスたちにも会える夢のような世界。そしてさらに新たな出会いが。こういう生き方がしたい。分かってくれるはずだよ。やってみたら。すれ違う2人。バネロペは俺を裏切るようなやつじゃない。あんたとなんかもう1秒も一緒にいたくない。友情の危機がまさかの事態に。インターネット全体を壊すんです。こんなのありえない。おい、ダメだ。ラルフ。シュガーラッシュオンライン、23日金曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。ベネディクト団に再び試練が訪れる。ミスターベネディクトとナンバー2が消えたの。二人を見つけ出す。危険すぎる。リスクがなき利益もない。残された謎を解き、急ごう。散らばれ。仲間を、世界を救えるのか。前だってこのメンバーでやり遂げた。秘密結社ベネディクト団だ。秘密結社ベネディクト団、新エピソードスタート。24日土曜日夜7時から2話連続放送。またまた始まるよ。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。どうしていた。まだまだ続くよ。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。パパ。おじいちゃん。おー、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っ越し。体のこと考えて。おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん。おひさん。孫のアリシア。ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンの家は超大変。新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。おーい。なでしことリン、2人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや。やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんだ。さあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は。竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびっきりメニューでおもてなし。パラダンス、
クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白クマカフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ぽっちゃりウサギのモランとびっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、月曜日から金曜日朝11時24分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。その後彼の取った行動は全てお前を守るためだった。この後のディズニーチャンネルムービーは、今から旅立つんだ。大親友の2人がインターネットの世界で大騒動を巻き起こす。シュガーラッシュオンライン、この後すぐ。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワールからみんなへのお願いだよ。ミラキュラス、レディーバグ、シャノワール、大変じゃ。新たな悪者が現れた。だがそいつは君らのパワーでは倒すことができん。とても小さくて目に見えない厄介で危険な相手なんじゃ。その正体はウイルス。目に見えぬ恐ろしい敵じゃが、昔から伝わる効果的な撃退法があってな。それを学べば敵と戦える。まずは手を洗うこと。石鹸を使い手の隅々まで洗うんじゃ。アドリアンの手洗いってすごく丁寧ね。まあね、自分や周りの人を守ることになるから。そうだね、自分で身を守るのって大事。咳やくしゃみをするときは袖で鼻と口を押さえる。手はダメじゃぞ。くしゃみが上手だね、アドリアン。ありがとう、マリネット。相手と距離を取り、触れるのも禁止じゃ。悪いウイルスが消えるまではな。はあ？じゃあキスできないの？そりゃないと。シャノワール。ああごめん。最後にティッシュペーパーは決して使い回さず、使い終わったらきちんとゴミ箱に捨てるんじゃ。はい、どうぞ。 ありがとう。どういたしまして。以上を守ればウイルスを倒す助けとなる。シンプルな予防が一番効果的じゃ。このメッセージをみんなに届けなきゃならん。任せといて、マスター。借りていいですか？うん。自分や家族を守るために、愛する人を守るために、力を合わせてウイルスに打ち勝とう。よし、俺の番、俺の番。行くぞ。今度はもうちょい難しいのにしてくれる？よし、始めるぞ。ほら、そこ、端っこ、端っこ。あ、シュガーラッシュオンライン。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのはやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんと、お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。
ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチ中毒。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え、日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに急展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やった。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。シュガーラッシュオンライン。ちなみに俺はジェスタジオの子なの。あ、シュガーラッシュオンライン。素敵なクリスマスをね、アドリアン。25日の日曜日はミラクラスの最新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは夕方4時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で最新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして夜7時30分から見逃せない最新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチ中毒。マルチ中毒。メリーミラキュラスパーティー、25日日曜日夕方4時から4時間。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたり、ウェー広い顔を筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がニャーンでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。シュガーラッシュオンライン。いやー、みんなラルフだよ。ほんじゃこのちっちゃい箱開けてみ。シュガーラッシュオンライン。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチ中毒。マルチ中毒。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。
マルチ中毒。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。パパ、おじいちゃん、おー、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っ越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさ、孫のアリスや、うわー、ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンの家は超大変、新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。シュガーラッシュオンライン。どうもどうも、お疲れ。みんなまだそこにいるの？そう、まあいてもいいけど、これ以上もうサプライズはないよ。いやー、それにしてもこの歌って本当耳について離れないよね。とにかく、あとはキャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、うわ、動きが速い。強敵がマルチ中毒。マルチ中毒。ミラキュラスレディバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチ中毒。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ベネディクト団に再び試練が訪れる。ミスターベネディクトとナンバー2が消えたの。二人を見つけ出す。危険すぎる。リスクがなき利益もない。残された謎を解き、急ごう。散らばれ。仲間を、世界を救えるのか。前だってこのメンバーでやり遂げた秘密結社ベネディクト団だ。秘密結社ベネディクト団新エピソードスタート、24日土曜日夜7時から2話連続放送。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。そ
このドアには触れてはならなかった。うわ、何なのこれ。私はイーダ、アウルレディーだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの？侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。カエルの世界にやってきたアン。ここってトイレある？元の世界に戻るための新たな冒険はピンチの連続。私はユナン将軍。新たな敵や新たな試練。でもあんたとのケリはついてないから。さらにサーシャの魔の手が。助けてあげます。どうも。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。母ちゃん。グリーン家の大都会ライフは母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッときた。ますますはちゃめちゃで、ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ぽっちゃりウサギのモランと、びっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、月曜日から金曜日朝11時24分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。リンが回ったジオスポットが2カ所。この後はリンちゃん、キャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワールからみんなへのお願いだよ。ミラキュラス。レディーバグ、シャノワール、大変じゃ。新たな悪者が現れた。だがそいつは君らのパワーでは倒すことができん。とても小さくて目に見えない厄介で危険な相手なんじゃ。その正体はウイルス。目に見えぬ恐ろしい敵じゃが、昔から伝わる効果的な撃退法があってな。それを学べば敵と戦える。まずは手を洗うこと。石鹸を使い手の隅々まで洗うんじゃ。ああ、アドリアンの手洗いってすごく丁寧ね。まあね、自分や周りの人を守ることになるから。そうだね、自分で身を守るのって大事。咳やくしゃみをするときは袖で鼻と口を押さえる。手はダメじゃぞ。くしゃみが上手だね、アドリアン。ありがとう、マリネット。相手と距離を取り、触れるのも禁止じゃ。悪いウイルスが消えるまではな。はあ？じゃあキスできないの？そりゃないと。シャノワール？ああ、ごめん。最後に、ティッシュペーパーは決して使い回さず、使い終わったらきちんとゴミ箱に捨てるんじゃ。はい、どうぞ。ありがとう。どういたしまして。以上を守ればウイルスを倒す助けとなる。シンプルな予防が一番効果的じゃ。このメッセージをみんなに届けなきゃならん。任せといて、マスター。借りていいですか？うん。自分や家族を守るために、愛する人を守るために、力を合わせてウイルスに打ち勝とう。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。25日の日曜日はミラクラスの最新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラクラスパーティー。
クリスマスだよ。スタートは夕方4時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で最新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして夜7時30分から見逃せない最新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと。お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー25日日曜日夕方4時から4時間。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに急展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそ。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りましたイルマくん。ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。ブーゴー。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。元気いっぱいな女の子モリータ。よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に。はちゃめちゃコンビが大暴走。超楽しんで。さあ一緒にモリー、モリー、モリー上がろう。じゃあね。ムカつくやつめ。ゴースト&モリー、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。リンちゃんが旅立ってもうた。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り。じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。今日も暑くなりそうです。テント暮らしの孤独な高校生本田トールが出会った相馬家の人々。はじめまして。彼らの秘密は異性に抱きつかれると動物に変身しちゃうこと。もう何百年も昔からね。トールとの出会いが相馬家の呪われた運命を少しずつ変えていく。お友達になってくださいね。フルーツバスケット、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。この後はりんちゃん。キャンプ好き女子たちの
楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。ニャウニャウ、テニスとペットのニャーニャー殿のニャウニャウニャウ、愉快な毎日ニャー。短編アニメーション、テニスと俺様、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。そして私がこのボタンをポチッと押すと、お前たちは全員猫ちゃんになってしまうのだ。にゃっはー、やめさせて猫なんて言えよ。だって猫になったら一生シャワーを浴びられなくなっちゃうでしょ。マリサ、なんでそう思うの？だって猫って水が嫌いじゃない。もうすぐ世界中が猫ちゃんだらけになるんだ。ゴー、よし、脱走レーザーを起動。4 3、行ったね。箱の中におやつが残ってるぞ。あ、アーニー、今わかった、これおやつじゃないんじゃね。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、25日日曜日夜7時30分。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。希望が見える。まずは特別放送、19日月曜日から4日連続夜11時は初放送のドラマシリーズ秘密結社ベネディクトダウン。必要なの？天才キッズたちが世界征服の陰謀に立ち向かう。24日土曜日朝11時からクリスマスエピソードもあるデニスと俺様、1時間の連続放送。あなたはサンタさんだ。25日日曜日夕方4時からメリーミラキュラスパーティー。信じて。最新エピソードもある4時間の連続放送。マルチチュード。さらに特別エピソード、24日土曜日朝10時からミッキーのクリスマスを救え、日本初放送。行くよ。プレゼントを失ったサンタを助けよう。いい考えだね。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ベネディクト団に再び試練が訪れる。ミスターベネディクトとナンバー2が消えたの。二人を見つけ出す。危険すぎる。リスクがなき利益もない。残された謎を解き、急ごう。散らばれ。仲間を、世界を救えるのか。前だってこのメンバーでやり遂げた秘密結社ベネディクト団だ。秘密結社ベネディクト団、新エピソードスタート、24日土曜日夜7時から2話連続放送。カエルの世界にやってきたアン。ここってトイレある？元の世界に戻るための新たな冒険はピンチの連続。私はユナン将軍。新たな敵や新たな試練。でもあんたとのケリはついてないから。さらにサーシャの魔の手が。助けてあげた。どうも。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。もうリンちゃん古いよ。よし、やりますか。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。パパ、おじいちゃん。おお、よく来たな。レイブンたちがおじいちゃん家にお引っ越し。体のこと考えて、おじいちゃんの未来を守るため。レイブンおばちゃん、おひさ、孫のアリスや、うわ、ご近所さんと一緒に超大変な新生活。もう最悪。レイブンのうちは超大変、新エピソード日曜日朝11時30分、ディズニーチャンネル。そのドアには
触れてはならなかった。うわ、なんなのこれ。私はイーダ、アウルレディーだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの？侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。うわ、超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。元気いっぱいな女の子モリータ、よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に、はちゃめちゃコンビが大暴走、超楽しんで。さあ一緒にモリーモリー盛り上がろう。じゃあね。ムカつくやつめ。ゴースト&モリー、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは、母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッときた。エレベーターだよ。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高。ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。はあ、ええ風や。おふんだ。この後はリンちゃん、キャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。みゃみゃー、あーっと、あ、まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。25日の日曜日はミラクラスの最新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラクラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは夕方4時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で、最新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして夜7時30分から、見逃せない最新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。うわ、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、25日日曜日夕方4時から4時間。ベネディクト団に再び試練が訪れる。ミスターベネディクトとナンバー2が消えたの。二人を見つけ出す。危険すぎる。リスクがなき利益もない。残された謎を解き、急ごう、散らばれ仲間を。世界を救えるのか。前だってこのメンバーでやり遂げた。秘密結社ベネディクト団だ。秘密結社ベネディクト団、新エピソードスタート。24日土曜日夜7時から2話連続放送。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ、カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。お、まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。
こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は？竹か笹はないんですか？ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。今日も暑くなりそうです。テント暮らしの孤独な高校生本田トールが出会った相馬家の人々。はじめまして。彼らの秘密は、異性に抱きつかれると動物に変身しちゃうこと。もう何百年も昔からね。トールとの出会いが相馬家の呪われた運命を少しずつ変えていく。お友達になってくださいね。フルーツバスケット、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに急展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそう。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りましたイルマくん、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ぽっちゃりウサギのモランと、びっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、月曜日から金曜日朝11時24分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。この後はアドリアンは上海だよ。上海、特別エピソード、ミラキュラスワールド上海レジェンドオブレディードラゴン。ディズニーチャンネルアートでしょ。カレンダープレゼントのお知らせが最後にあるよ、スタッフ一同。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを並ぶアートをご紹介。アートでしょう。イッツショータイム。おお、これはアート様。うん、まさにアートでしょう。さあお次、アート、こちらでした。とても素敵なアートでしょう。お、素敵。お、よし、次は高いところから見てみよう。任せて。おー、お目が高いアートでしょ。うわー、アート様。なんだこれ、しき。次は、おー、これは、心が軽くなっていく。ふわふわ。ふわふわアート。アート様、まだあるよ。お、アート。大丈夫？これは予想できないアートでしょ。でしょ。どれも素晴らしいアートでしょ。ん？わー、あたたたまらん。出過ぎでしょ。みんなのアート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。応募は公式サイトから。しかも12月中は、応募してくれた人の中から抽選でこちらのディズニーチャンネルオリジナルカレンダーを200名様にプレゼント。なんとアートでしょうステッカーもついてるでしょう。あーっと、いてててて。さあ、どしどし送って。ちょうだ